自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。大抵の人は本当は何が欲しいのか心の中で分かっています。人生の目標を教えてくれるのは直感だけ。ただそれに耳を傾けない人が多すぎるのです。大抵の人は本当に何が欲しいのか心の中では分かっています。人生の目標を教えてくれるのは直感だけ。ただそれに耳を傾けない人が多すぎるのです。運がいい人も運が悪い人もいない。運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけだ。運がいい人も運が悪い人もいない。運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけだ。夢中で日を過ごしておればいつかは分かる時が来る。夢中で日を過ごしておればいつかは分かる時が来る。樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ。樹木にとって最も大切なものとは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ。私たちの生きているこの世で起きることには全て原因がある。これが因です。起こった結果が果です。因果応報というように必ず結果は来るのです。私たちの生きているこの世で起きることには全て原因がある。これが因です。起こった結果が果です。因果応報というように必ず結果は来るのです。私たち一人一人が後悔しているこの人生の高漠とした対応の中で、理性は羅針盤、情熱は疾風。私たち一人一人が後悔しているこの人生の高漠とした対応の中で、理性は羅針盤、情熱は疾風。人生は芝居のごとし、上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかくあまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし。人生は芝居のことし、上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかくあまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし。人生に失敗がないと人生を失敗する。人生に失敗がないと人生を失敗する。人生という試合で最も重要なのは休憩時間の得点である。人生という試合で最も重要なのは休憩時間の得点である。信念、それは人生を動かす羅針盤のごとき尊いものである。したがって信念なき人生はちょうど長路の航海のできないボロブレのようなものである。信念、それは人生を動かす羅針盤のごとき尊いものである。したがって信念なき人生はちょうど長路の航海のできないボロブレのようなものである。
人生は難しく解釈するからわからなくなる。人生は難しく解釈するからわからなくなる。1羽のツバメが来ても夏にはならないし、1日で夏になることもない。このように1日もしくは短い時間で人は幸福にも幸運にもなりはしない。1羽のツバメが来て夏にはならないし、1日で夏になることもない。このように1日もしくは短い時間で人は幸福にも幸運にもなりはしない。一人一人に天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが処世上の第一条件である。一人一人に天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが処世上の第一要件である。迷うということは一種の欲望から来ているように思う。ああもなりたい、こうもなりたい、こういうふうに出世したいという欲望から迷いが出てくる。それを捨て去れば問題はなくなる。迷うということは一種の欲望から来ているように思う。ああもなりたい、こうもなりたい、こういうふうに出世したいという欲望から迷いが出てくる。これを捨て去れば問題はなくなる。死を前にしたとき、惨めな気持ちで人生を振り返らなくてはならないとしたら、嫌な出来事や逃したチャンス、やり残したことばかりを思い出すとしたら、それはとても不幸なことだと思う。死を前にしたとき、惨めな気持ちで人生を振り返らなくてはならないとしたら、嫌な出来事や逃したチャンス、やり残したことばかりを思い出すとしたら、それはとても不幸なことだと思う。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。時が物事を変えるって人は言うけど、実際は自分で変えなくちゃいけないんだ。時が物事を変えるって人は言うけど、実際は自分で変えなくちゃいけないんだ。未来とは今である。未来とは今である。竹には節がある。その節があるからこそ竹は雪にも負けない強さを持つのだ。竹には節がある。その節があるからこそ竹は雪にも負けない強さを持つんだ。悲しみが来るときは短期ではやってこない。必ず軍団で押し寄せる。悲しみが来るときは短期ではやってこない。必ず軍団で押し寄せる。人生はロマン。自分は不幸だと悩むのではなく、試練を与えられた物語の主人公だと思えば人生をエンジョイできる。人生はロマン。自分は不幸だと悩むのではなく、試練を与えられた物語の主人公だと思えば人生をエンジョイできる。
人間には不幸か貧乏か病気が必要だ。でないと人間はすぐに思い上がる。人間には不幸か貧乏か病気が必要だ。でないと人間はすぐに思い上がる。できることが増えるより楽しめることが増えるのがいい人生。できることが増えるより楽しめることが増えるのがいい人生。毎日を生きよ。あなたの人生が始まった時のように。毎日を生きよ。あなたの人生が始まった時のように。尊厳を保つためには金は必ずしも必要ではない。尊厳を保つためには金は必ずしも必要ではない。人生は道路のようなものだ。一番の近道は大抵一番悪い道だ。人生は道路のようなものだ。一番の近道は大抵一番悪い道だ。物事に敏感で自分なりの価値判断を持っていることを細心と言います。気が小さいことは人生の武器なのです。物事に敏感で自分なりの価値判断を持っていることを細心と言います。気が小さいことは人生の武器なのです。悲観主義者は風に恨みを言う。楽観主義者は風を変わるのを待つ。現実主義者は頬を動かす。悲観主義者は風に恨みを言う。楽観主義者は風が変わるのを待つ。現実主義者は頬を動かす。人はすべて自主独立すべきものである。自立の精神は人への思いやりとともに人生の根本をなすものである。人はすべて自主独立すべきものである。自立の精神は人への思いやりとともに人生の根本をなすものである。幸福は人生の意味及び目標、人間存在の究極の目的であり狙いである。幸福は人間の意味及び目標、人間存在の究極の目的であり狙いである。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。